どうも、コイムーでーす。コイムーでーす。こんばんは。皆さん、答え合わせの時間です。こちらの動画、一人食わず嫌い王決定戦、見ていただけましたでしょうか。まあ、見てない方はこの動画をクリックしてないと思いますけどね。はい、本当にね、すごいびっくりするぐらいたくさんコメントいただきましてありがとうございます。はい、それでその動画を収録した当日に答え合わせ動画も一緒に同じ日に収録したので、まずはじゃあ VTR をご覧ください。 VTR Amazon プライム。こんばんは、コイムだよ。ね、一人食わず嫌い王決定戦の答え合わせの時間がやってきましたよ。答え合わせの時間でございます。ぴょんこ先生の方から発表していただきましょう。で、それを、その、食べれないって言ってるのに、せっかくなんで、食べますから、今日も。はい、じゃあ、答え発表お願いします。正解は、ドゥルルルルー、レバニラー。レバニラじゃねえっつってレバーの炒め物だっつってんのにね。レバニラは入ってないですけどね。レバー正解は、はい、こちらでした。皆さん当たりましたかね。皆さん、これが正解でございました。ね。というわけでね、食べますよ。正解した皆さんのために。正解した皆さんのために食べていきたい。で、こう、リアルなリアクションを、見ていただきたい。もうね。というわけで、皆さんお待ちかね。正解した方のお名前読み上げていきますね。お名前読み上げていきますよ。今ね、この動画を収録しているのが2022年2月8日8日、午後3時35分でございます。はい、なので、この今時点以降に、コメントされて、正解されちゃった方は、すいません、ちょっと読み上げることはできないのでご了承ください。はい、で、この動画のアップロードは、いつになるかな、ちょっといつになるかわからないですね。収録からだいぶ経ってからのアップロードになるかもしれないので、何卒ご了承お願いいたします。はい、それでは見ていくぞ。ほんとすごいコメント数でしたね。びっくりしちゃった。皆さんあれですよね、もうね、何でもいいんでコメントくださいね。すごいテンション上がるんで、やっぱりコメントいただくと。はい、なんかこう遠慮してコメントされてない方とかね、もしいるんでしたらね、ぜひコメントしてやってください。はい、というわけでいきますけども、多かったのが、しめ鯖と茄子の煮浸しじゃないかという意見がもう圧倒的でした。ほとんどが、まあ、ナスビかシメサバっていう意見が多かったですね。はい、それではまず、正解された方1人目、涼介金子さん。はい、こちらも前から見ていただいてありがとうございます。涼介金子さん正解です。素晴らしい、よくわかりましたね。コメントを読ませていただきます。コイムさん、ぴょんこ先生、お疲れ様でございます。これはとても難しい問題でした。おそらくレバー炒めだと思いました、ということでございまして、正解、正解、涼介かのこさん正解です。はい、続きまして、正解された方、コロッケさん。はい、コロッケさんでございます。正解、おめでとうございます。いつもコメントいただいている方です。ありがとうございます。コロッケさんね、のコメントを読ませていただきますけども、あえてご飯を食べたレバーですな、ということでございます。そして、ちょっとね、ドキッとしたんですよ。え、もしかしてリアルで付き合いある人かなとちょっと思っちゃった
のがあって、まあでもそういう人多いから気のせいだと思うんですが、生は食べれても火を通したらダメなんじゃないですかってコメント してくれたんですね、コロッケさん。はい、その通りなんですよ。なんなら今もうね、法律上食べれなくなっちゃった生レバーっていうのがあるじゃないですか。あれが私大好物だったんですよ、過去ね。今もう食べれないからどうしようもないけど、食べたいよね生レバー。まあいいか、まさにそうで、生は大好物なんですが、加熱した途端絶対に食べれない食べ物になっちゃうっていうね、ちょっとそういうおじさんなんです。はい、もう大正解、 100% 大正解です。はい、で、続きましての正解者は、結構うの花っていう方も多かったですね。はい、でもね、結構そうですね、フルーツサンドかなっていう方もいたし、これは何ですかね、私のこうベテランの演技力がやっぱりすごかったんじゃないですか。そうでもないですか、すいません、調子に乗りました、すいません。はい、続いての正解者、はい、37ワッチさん、はい、レバーしかないべということですけどね、はい、正解でございます、おめでとうございます。ちょっとこの方は、はい、ちょっと知ってる人なんで、もずっちーなーずっちーなー、おい、リアルで知ってる人ずっちーなー、まあいいか。いや、ちょっとリアルで知ってる人なんで無視しようかと思ったけど、まあせっかくだから読んでやってよ。そんな感じですね。はい、なんと正解者は3人だけでした。はい、コメントはね49件入っております。はい、まあ私全部返信してるんで、まあ実際はその半分なんですけど、はい、いやでもうまく騙せたんだなっていうね、ちょっとやってよかったなと思いましたね。はい、いやそんな感じでございます。でですよ、これね、私まだ食べれないもの何品かあるんですよ、全く食べれないものが。でどうです、まあちょっと楽しかったよっていうのであればまたやります、それともやりませんか。その辺をコメントください。第2回見てみたいという方はぜひコメント欄お願いします。はい、そんな感じでございますね。はい、いや今日はねちょっとね3時間ぐらいしか寝れてなくて、ちょっとなんかだるいんですけど収録させていただきました。はい、というわけで最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。もう。食べられない。もう食べられないけど、もう食べますよ全部。でこれ嫌いな理由ですけれども、やっぱりこの匂いですね。血なまぐささというかね、それがあるんじゃないですか。まあ普通の理由ですけど、嫌いな理由は味です。うわきつい。何気にご飯が助かりますね、これ。あ、やばい。
生まれてこの方、この量レバーを食べたのは本当に人生初で、頑張ったね、私。はい、というわけで正解した皆さんおめでとうございます。正解はレバーでした。I've got an itch I can't scratch. I'm missing a piece that completes a whole part of me. An open wound scar to see. Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell?